鳴鏡新刀流、名教官が暗殺集団影であることを知る者はその秘密を守るため世に出ることを許されない。しかし掟を破った一人が追っ手を振り切りながら城跡に入った。唯一の抜け道、天守閣を目指すため。名教官が暗殺集団を組織しているなんて、秘密を知った以上僕にも刺客が来る。どうしたらいいんだ。いざ尋常に勝負。おい、キリン、おい、キリン、初めて人を斬った。それではお覚悟。はい、お死ね、死ね、死ね、えいえい、ピャ、はい、ピャ、死ね、はい、死ね、それではお覚悟。はい、死ね、死ね、死ね、えい、えい、死ね、えい、えい、あなたを斬ることになるなんて。では参る。では参る。では参る。信じられない。僕が勝てるなんて。死ね。死ね。絶対に生き延びてやれる。いいな。やっ、ふん、しや、ふん、しや。僕は逃げずに立ち向かうべきだったんでしょうか。お前の選んだ道を信じろ。もう逃げるのはやめます。楽にしてあげましょう。死にな、死にな。楽にしてあげましょう。死にな、死にな。誰に頼まれた。半崎。半崎、ひょっとして師範代のことか。いやいや、ね、俺が出てくるとはな。死ね、えい、えい、やっ、えい、えい、
口ほどにもないじゃないか。身の程知らずね。あとは師範代をこの手で。仲間の血を吸ったお前の武器は汚れ切っておるの。それでわしを倒せるのか。ほう、死ね。えいや、うん、えいえいえいや、えい、うん、死ね。仲間の血を吸ったお前の武器は汚れ切っておるの。それでわしを倒せるのか。ほう、死ね、死ね、えい、や、うん、えい、や、うん、死ね、や、うん、や、うん、死ね、や、うん。とうとう師範代にまで勝ったんだ。初めて人を斬ってからそんなに経ってないのに、なんだか数年分ぐらい強くなった気がする。剣術は力じゃない。まだ。いつも言われてたことがやっと分かってきた。強いんだ。僕は強いんだ。悪いね。僕は殺されたくなかっただけなのに、あんたたちのおかげで斬ることの楽しさを知ってしまったから。